まあ、12球なんで、いろいろやっぱりトップの選手が集まる、そういった中でやっぱり野球をするっていうのは、まあ、僕自身にもやっぱりいい経験にもなりますし、やっぱりいいプレーヤーがたくさんいることで、自分自身の実力を上げていく、いろんな面においてレベルアップができる場所だと思ってますので、まあ、そういった中でやっぱり、代表ということでやっぱり勝ちにこだわってやっていくということが、まあ、イメージですかね、はい。まあ、2試合しかないので、まあ、どういったものっていうのはすごく難しくなってくるとは思いますけど、まあ、しっかりと自分の今やれることをしっかりとプレーしてやっていきたいなと思いますし、まあ、はい、しっかり頑張りたいと思います、はい。いや、全く分かんないので、はい、どういった雰囲気でやってるのかっていうのも分かりませんし、もう忘れましたし、しっかりとそういった雰囲気に慣れて1試合やっていきたいと思います。やっぱり初めて会う人たちもいる中で、これだけ同じチームの人たちが選ばれるということはすごく安心感もありますし、まあ、そういった中では多分緊張はすると思うので、はい、同じチームの人たちに話しかけていきたいなと思います、はい。でもまあそうですね、まあ、やっぱり、どこの球団の方たちも、トッププレーヤーの方たちが出てきていますので、まあ、その人たちと野球ができるという喜びはすごくありますね、はい。やっぱりそこはずっと、まあ、WBC だったりオリンピックだったり、そういったところはいつかは出たいなという気持ちもありましたし、まあ、そのためには、まあ、この2試合もそうですけど、今年来年とやっぱり年々やっぱり実力をつけて、トッププレーヤーになっていくことで、そこに選ばれていくものだと思ってますので、まあ、今回は今回で、しっかりと今宮ということをしっかりアピールしていきたいなと思います、はい。短い期間ですので、まあ、しっかりと自分のやることをしっかりやって、チームに貢献していきたいなと思います。